とホテル四日市は、三重県四日市市にある、近鉄グループのとホテルズリゾーツに加盟する、ホテルの一つ。株式会社、近鉄、とホテルズが運営、近鉄四日市駅前にあるホテルである。元は1960年4月に、近鉄四日市ビルに開業した、四日市ステーションホテルを前身とする、四日市とホテルである。1977年5月に四日市、 ステーションホテルを閉鎖し、新たに建設した建物に移転して、四日市とホテルとした。運営会社は、四日市ステーションホテルから解消した四日市とホテルであったが、1984年に名古屋とホテルに廃業に合併した。1991年に近鉄四日市駅前に三井不動産が開発した四日市アムスクエア内に再移転することとなり、 同社と近畿日本鉄道の共同出資で株式会社四日市 AM ホテル開発を設立同年11月3日に初代ホテルを閉鎖した上で2代目の四日市とホテルが開業実際の運営は引き続き名古屋とホテルが行ったホテルの所有は四日市 AM ホテル開発が2000年に生産されたことにより代わって株式会社四日市とホテルが設立されたが2006年に 近鉄ホテルシステムズに投稿されている。2019年4月のブランド再編で名称を四日市とホテルからとホテル四日市に変更した。ありがとうございます。